皆さん、こんばんは。こんばんは。東北研究所所長、東北キリタンです。キリタンの姉、東北ズンコです。研究所の飼い犬、ゴーです。第11回目ですね。今回は、最近よく装備しているウィングパーツについて解説しますぞ。ほほーん。ウプ主が、空力マシンの開発を考えたのが、このトルクルーザー SGT を作ったあたりですね。ボディをワイド化、大型ウィングを取り付け、マシン仮面はキャッチャーを貼り付け、フラットボトムとなっています。ベンチュリーに期待してフラットボトムにしたのですが、ミニ四駆は急激なアップダウンでベンチュリーがなくなることが多く、あまり効果を実感できませんでしたね。ストレートなどの平面でなら効果がありそうですね。平面でしかダウンフォースを得られないなら、エアロを外して軽くした方が早いよ。ガーニーさん、この車はミニ四駆といって人が乗ることはできないんですよ。なので、フラットボトムは早々に諦め、ウィングの開発にシフトしたわけですね。初代自作ウィングはポリカ製でした。キャッチャーを貼っているのは、ネイチャーテクノロジーを取り入れたからですね。トンボの羽は1枚ですが、このように、表面がデコボコになっていて、谷間に渦を作り出し、疑似的に翼の形状になることによって、揚力を生み出すとされています。ミニ四駆ですと、下向きの揚力なので、こんな感じですね。ちなみに、風速11メートル。時速40キロの風を当てると 20g 程度ダウンフォースが発生します。走らせてみたんですか？はい、お店のテクニカルコースを爆走し、見事破損しました。なので作り直したのがこの2代目ポリカウィングです。走らせたのがこの動画です。どうです、いい空力でしょう。なあ、いい感じにダウンフォースが決まってますわ。まあでも、結構ギリギリで入っているんですけどね。もっとフロントにダウンフォースを決めないとダメですね。そこで作ったのが、最近装備しているウィングパーツです。今までは、前後に長くすることで翼面積を稼いでいたのですが、このように段数を重ねることによって、前後に短くても翼面積を稼げるんですよ。作成したウィングはこのようにへの字に折った板を角度を変えて取り付けています。この板にガゼが当たることによってガゼを跳ね上げ、下向きに揚力が発生する仕組みです。しかしこれでも揚力に物足りなさを感じたので、さらに揚力を増す方法を探しました。その方法がこのガーニーフラップです。ガーニーフラップは国際モータースポーツの殿堂としても知られているダニエル・セクストン・ガーニーによって開発され、今では数多くのモータースポーツに取り入れられています。ここに空気が流れるとフラップ板が空気を跳ね上げ、後方に渦が発生します。この渦がなんやかんや紆余曲折あり、ウィング下の気圧が下がります。この時ウィングが低圧域に吸い寄せられるため、下方向へのダウンフォースが発生します。ウィングを作る時の行った実験の映像がこちらです。まずは風速11メートルの風を2度くらいに傾けた直カーボンに当てています。だいたい 3g ですね。次は角度を変えてもう1枚追加します。だいたい 15g でしょうか。最後はガーニーフラップを追加したものになります。 20g くらいまで増えましたね。このように一見翼面積が少なく物足りないようでも、工夫次第で揚力の増加ができるんですよね。あとはこの空力が走行中に作用しているかですね。なのでこのようなマシンをご用意しました。FMA シャーシをベースに EX ギア頂戴系です。モーターはノーマルが入っていますが、
高速用としてスプリントも用意しています。 EX ギアは東北フローティングになっています。ローラーはすべて低摩擦ベアリングローラーになっています。もちろんスラストはありません。このマシンの速度はノーマルモーターで22キロでした。ええ。早速走らせるドン。スローで見てみましょう。そのまま飛び出していますね。では、エアロパーツを装着して走らせましょう。効果がなさそうですね。オカルトパーツだし、スローでも見てみましょうか。やっぱりダメそうですかね。リアは低くなっているのですが、フロントはいまいちですね。ついでに、エアロ化したボディでも試してみました。惜しい。もう少しで入りそうだったのに。やはり、フラップ版はエアロにおいて最強か？ボディとエアロパーツの両方をつけた比較も見たいのですが。ないよ。でも、フルでつければ多分入りますよこれ。それは、当時のウプ主に言ってくれ。速度が上がればダウンフォースも増えますので、スプリントで走ってみましょう。43キロですね。なんとか目標である40キロを出すことができました。調子悪そうですね、このマシン。あり合わせのマシンなので、まあ多少はね。では、走らせてみましょう。まあ、こうなりますよね。そうですな。やはりレーンチェンジはスラストが欲しいですね。結果を並べてみると、空力ボディが優秀に見えますね。空力ボディは前後のバランスがいいみたいですね。ウィングはリアのダウンフォースに対してフロントが弱い感じですね。今度はフロントのスラストを2度追加してみましょう。惜しいですね。次はスラストありのウィング装備ですね。スラストのおかげでフロントが浮かなくなり、無事にレーンチェンジが入りましたね。絶対的というわけではないですが、効果はありますね。 20g 程度ダウンフォースが発生するウィングを前後に装備してスラストを2度つけると43キロでレーンチェンジを抜けられるというのが分かりましたね。なお、18グラム程度ダウンフォースが発生する空力ボディも一緒に取り付ければゼロスラストでも入る可能性も。レーンチェンジの検証はここまでにして、次はジャンプの検証に移ります。うちにジャンプ台やスロープなんてありましたっけ？なのでレーンチェンジを外し、簡易的なジャンプ台にしました。ああ、いいっすね。では、ウィングなしから行ってみましょう。まあ、こうなりますよね。思いのほか、よく飛びましたね。スローで横から見てみましょう。勢いそのままに、コーナーまで飛んでいますね。これは助からない。空力でどれくらい短くなるか。素晴らしい、素晴らしいダウンフォースですぞ。いい感じに空力が働いていますね。これなら公式大会での飛距離も納得いきますね。でも
比較するなら、ウィングなしの車にも、ウィングやダウンフォースの重さを足した方がいいのでは？そこは大丈夫ですよ。ウィングをつけないからって、その分の重りを乗せてレースする変態はいませんし、重りを乗せたとしても、同速の運動とした方向に惹かれる揚力では、挙動が違いますから。それに、今回はウィングありなしの単純な検証ですからね。気になった人は勝手に自分で検証しだすと思いますよ。なるほど。いや、いい感じにダウンフォースが決まっていますね。これには土屋博士もにっこりですね。いや、あの人のダウンフォース理論はおかしいでしょ。ダウンフォース検証の結果、このようになりました。飛び出しはほぼ同速なのですが、ウィング付きは空中でのブレーキがかなりかかっています。そして不自然なくらいの下方向への移動ですね。まだ着地に余裕があるので、もっとダウンフォースを減らしてもよかったみたいです。もしくはもっと速度を出せればいいんですが、そこはウプ主に頑張ってもらいましょう。小径超速マッハでも43キロ出ますし、台形で足回りを軽く作ればいけそうですね。まだ続きがあるんですよ。ウプ主はもっと踏み込んだ空力マシンを作成してですね。ほほん。これです。ウィングカーと同じダウンフォースマシンですが、受動的なウィングカーとは違い、積極的にダウンフォースを発生させるマシン。その名も、ファンカーです。スッカスカだったタイプ3シャージの下に、大型のファンを取り付けました。このダウンフォースの決め方は違法では？違法ですね。ギアは丸出しですし、ギアを隠したとしてもファンが抜き出しなので、レースに出場することは難しいでしょう。余震はレースに出走できたとしても、このマシンで勝つことはできないですね。このファンはマシン下面の空気を後方へ抜き出すことで地面を吸い上げるようになっています。どうです、この吸引力。やっぱりこのマシンで大会出ましょう。いや、出れないし、出れたとしても勝てませんよ。なぜ？ファンの空気抵抗がすごくて15キロしか出せないの。モヒカンストレートの芝を買ってみたかったですね。あ、そっちか。そんなわけでエアロパーツの解説でした。前回の動画に宣伝広告をいただきました。マトリクスユニット様、マトリクスユニット様、コン様、エビテイ様、長デューク様、裏方様、ギャンダム様、ニシキー様、ダッシュウォーリアーズ様、長デューク様、ジベスナ様、ジベスナ様、ジベスナ様、コーラー様、岩瀬様。宣伝広告ありがとうございます。ありがとうございます。ここまでご視聴ありがとうございます。感想、質問、意見等ございましたらコメントをお願いします。また次回があったらよろしくお願いします。ではでは皆さん、さようなら。さようなら。